はコス飛ばしてミッション75です。ロボットが接近してきます。ニクス隊戦闘用意、マスターアームオン。ニクス2マスターアームオン。ニクス3マスターアームオン。作戦開始だ。ここで奴らを止める。来るぞ。コンバットフレーム、敵ロボットを破壊しろ。ディロイを破壊。オマーよりエアレイダー突入体制に入った。まだ射程に入ってない。降下座標を確認。射程に入ったら一発で仕留めてやる。目標を確認した。ターゲット確認。計算だようだな。隕石だ。あれはロボットだ。地上部隊の支援を再開する。敵へあり。ロボットを破壊しろ。マーカー確認。機銃掃射開始。やはり下に落ちたか。この距離では無理だ。攻撃完了だ。地上部隊戦闘を続行されたし。確認した。突入開始。戦闘準備。こちらスカウト、侵略生物ベータの大群を確認。こちら攻撃、攻撃体制に入った。重装甲のエイリアンがいます。突入体制に入った。やがれ。前期突入。やった。妖精受諾。何か落ちてくるぞ。攻撃が終わったぞ。あとは自分で何とかしろ。どんな音がしないか。マーカー確認。ディロイ B を確認しました。注意してください。こちら D202 射撃を完了した。地上部隊の健闘を祈る。ミサイルが来るぞ。確認した。攻撃地点確認。ミサイルを撃ち落とせ。エアレイダー見えないだろうが、我々は君の頭上にいる。やった。空から落下物あり。どうだ、敵は吹っ飛んだか。敵だ。攻撃が終わったぞ。あとは自分で何とかしろ。見ろ、あいつ足が長いぞ。前期突入。背が高いやつがいる。頭が高くて弾が届かないぞ。これ絶対ファイヤー。剣の短い武器しか持ってない。足の長いやつは砲台も多いぞ。攻撃終了だ。一旦離脱する。足の短いやつを確認。比重操作開始。足が短いやつもいるぞ。電磁状況に入る。ただの色当てゲームになってます。こちら D202、 攻撃は命中したか。キャツ部の長さが異なるディロイを確認。敵は吹っ飛んだか。足の長いディロイと短いディロイがいるようです。前期突入。トイヤ発見されました。静かだよ。おそらく攻撃対象や地形に合わせ脚部を変化させられるよう設計されているのでしょう。汎用性か。効率的な侵略。彼らは侵略に慣れている。目標地点には命中したぞ。攻撃が終わったぞ。あとは自分で何とかしろ。足の長いタイプ、短いタイプをそれぞれロングタイプ、ショートタイプと呼称します。相変わらずそのまんまの。ディロイ全滅を確認。
このディロイのせいでこれから多くの人が。本当だよ。では次のミッション76です。すべての脅威を排除せよ。目標確認。右は任せろ。開始ネットがあるぞ。ネットの上に怪物がいる。弾込め中が前進して敵を排除する。こちら爆撃機。糸で獲物を捕らえてネットに釣り上げる姿が確認されています。十分に注意してください。確認。目標を確認。アラネアの糸は遠距離まで届く。奴から目を離すなよ。目標を確認した。こちら爆撃機攻撃を再開。エアレーダー糸だ。避けろ。離れすぎだ。糸に捕まった。どう助けてくれ。助けないと。アラネアを撃て。助けてくれ。なんて恐ろしい怪物だ。目標を指示せよ。射撃準備よし。今は終わりだ。やるぞ。よっしゃ。このレタリウスの糸で補強されると、敵の攻撃せよ。アタック。ファイヤー。こちらボマー、作戦エリアに再突入する。確認した。突入開始。発撃したぞ。地上部隊頑張れよ。オマーよりエアレーダー作戦エリア上空に到達。総司令官より全兵士、人類の置かれた状況は厳しい。プライマーの攻撃は苛烈さを増し、我々は後退を続けている。人類の範囲は減り続け、回復の見込みはない。だが言っておく、絶望は何の役にも立たない。選択肢はたった一つ。我々は戦い続ける。どんな状況であろうとも我々の代わりはいない。戦える者は他にいない。
我々が諦めた時、人類の歴史は終わる。 EDF は戦い続けなければならない。命のある限り。こちらユトン、投下完了。ビークルに登場せよ。デスクインを確認。飛行型がうようよ嫌がる。クイーンは移動しています。すべてのクイーンが一箇所に集まりつつあるようです。巣の建造を許すわけにはいかない。殲滅しろ。空中での戦いだ。負けられないぞ。イエスサー。手強い相手だが、すべてのクイーンを一網打尽にするチャンスでもある。全滅させろ。敵は待機状態なので、テンペストで女王蜂の1匹を獲得して。目標座標を確認した。賛成。目標を確認。空爆で敵を壊滅させる。エアレイダー、攻撃地点を指示しろ。エイリアンがいるぞ。攻撃。エイリアンだと？このクイーンはエイリアンが呼び集めたのか。クイーンの撃破に成功しました。このエリアにクイーンを呼び集め、集団で巨大な巣を建造させようとしているのだと思われます。まるで落語家だ。エイリアンはより効率よく繁殖させる方法を知っているようだ。恐るべき相手だ。油断するな。射程に入ったら敵を倒す。撃墜しました。クイーンを撃破。メンテナンスシステムを起動。
注意を警戒。輸送機が現地に到着した。統括戦の指示はエアレイダーに任せる。
攻型を全て駆除しろ。クイーンが全滅した今、巣は無防備な状態のはずです。巣の破壊作戦を立案します。それでは次のミッション78、ここはまた怪獣アーケルスが出てくるミッションです。ひどい天気だ。こんな日に戦闘かよ。怪物どもを駆除する。今日は AFV もいる。楽な仕事だぜ。応援の AFV も来る。安心しろ。まず俺たちが先陣を切るぞ。作戦開始。あの敵は俺たちが倒す。 AFV が出るまでもない。ショットガンの威力を見せてやるぜ。投下。ショットガンの射程は短い。怪物退治には最適な武器だ。攻撃。こちら攻撃を完了した。これより離脱する。こちら爆撃機フォース攻撃を再開する。今日の仕事は楽勝だな。頼りになるショットガンだぜ。こちら D に次のターゲットをやるぞ。地上部隊の支援を再開する。地上クラブを量産中。前進。当たり前だ。派手にやっているようだな。手を貸すぞ。俺たちが戦況を変える。ターゲットだ。AFV 前進。歩兵部隊は AFV に続け。AFV の応援も来たようだぜ。ターゲットを確認。 AFV は敵に接近。歩兵は後方から援護しろ。こちら歩兵部隊、 AFV が突入する。 AFV が突入して敵の注意を引く。歩兵部隊は後方から援護しろ。攻撃を完了した。これより離脱する。 AFV 突入する。突入して歩兵を守れ。順調だ。残った敵を駆除するぞ。持ってきてやる。俺は負けたことがねえんだ。言い過ぎだ。何が目的なんだ。左方向に敵。側面に展開。前進。 AFV 壁を作って歩兵の盾になれ。隊列を組め。ターゲットを確認。小型がいるぞ。侵略戦線ガンダム確認。悪い怪物もいるぞ。こちらスカウト。怪生物アーケルスが作戦エリアに向かっています。要塞艦する。苦手な奴ばかりだ。丸い奴に接近された。歩兵部隊、装甲が持っているうちに排除してくれ。アーケルスだ。おいおい待てよ、今はそれどころじゃないんだぞ。もっと下から。アーケルスが来るぞ。倒してから。アーケルスを攻撃しろ。輸送機よりエアレイダービークルの攻撃を指示せよ。行くっす。
ニクスマン。あれがアーケルスか。任せろ。ニクス2、アーケルスを攻撃する。まだ上空に移動する。ファイヤー、120ミリ砲ファイヤー。目標を確認。ダメだ、聞いてないぞ。不死身の生物がいるとはな。宇宙は広いぜ。こちら D20、 地上部隊の支援を再開する。ないか。
衛星レーダーガンシップで探索する。アーケルスを倒すためのプランがあります。アーケルスは驚異的な再生能力を持ち、爆撃すら受け付けません。そこで同等の質量を衝突させることで体を瞬間的に粉砕します。同等の質量だと？巨大なクレーンを衝突させ押しつぶします。120mm砲ファイヤー。しかしそれほど大きなクレーンをどうやってぶつけるつもりだ？こちら移動式のクレーンがベース228にあるはずです。そうか、だがあの基地は敵に占領されたはずだ。こちら攻撃。その奪還がこのプランのファーストミッションになるでしょう。撤退だ。これ以上アーケルスを刺激するな。勝者。命令通りに怪獣が撤退していくよ。基地っていうのはゲーム開始時にいた地下基地のことです。総員退却、作戦を変えるぞ。次回はこの基地の奪還作戦に入ります。それではご視聴。